はい、どうも、こんにちは。サオでございます。今回はですね、コロシアムのね、動画をね、ちょっとね、見ながらね、後付けでね、コメントとかで、いつも出してる感じのね、文字コメントとかで、解説しておこうかなって思います。動画がね、あります。皆さんご存知だとは思いますが、この、ギルドのね、遊び方のところから飛べますね。で、これをね、ちょっと見ていこうかなって思います。まずこの上のね、命ゲージでね、競い合います。結局、命ゲージがね、高かった方が勝ちになります。はい。30分もやるんですよね、これね。はい。でね、敵をね、倒すことはね、第一の目的ではないさ。あ、第一の目的か。敵を倒すことは、第一の目的であって、本当の目的ではなく、この前衛をね、倒してから、ギルドシップをね叩くっていうのが目的になってます。そうですね、前衛はいつも通り戦うんですけど、まあ下にね、武器スロットがあると思うんですけどね、全然ないんですよ。だから SP のね管理はかなり重要になってくるのと、あとね、味方と攻撃のねタイミングが合っちゃうと SP 攻撃、 SP 回復がね、全員で SP 回復ゲージをね、貯めに行かないといけないので、そこでちょっとね、相手に攻められてしまうっていうのがあります。で、SP 回復はなんだっていうのが、こっちですね。あのね、自動で回復しないです。コロシアムは。スキルが使えなくなったこのね、右下の SP 回復でね、お掃除をすることで SP を回復できます。だからこのね、お掃除をしているタイミングがね、仲間と噛み合ってしまうと、敵は攻め放題になってしまいますね。だから武器を使うタイミングが一番重要になってくるんではないかとね、ここでわかります。次、今度は後衛ですね。5人の後ろにね、後衛がいます。で、後衛サポートだけと思いきやね、この思いっきりこのチュートリアルでね、砲撃を使ってね、あ、マグか、マグを使って攻撃してます。なのでサブ火力になりつつデバフを付与したりするっていうのが、後衛の仕事になってます。で、もう一つね、大きな仕事として、死亡した際に、復活させるっていうお仕事があります。これはかなり重要で、後衛がさっさと復活させないと、今ね、どんどんギルドシップがね、叩かれてる状態です。なので、早急に蘇生ボタンで回復させる必要があり、後衛はかなり重要なポジションですね。っていうのがね、ここでわかります。バシャーンとね。そうですね、こういう風に奪われちゃってるんですよ。ギルドシップ叩かれてしまうので、前衛が倒れてしまうと。はい。で、今度はね、召喚獣がございますね。はい。召喚獣はね、上にね、ポップアップで出ます。待っててください。神魔の気配を感じる。で、出た時に、特定の武器をね、使うっていう条件を満たすことによって、召喚獣が呼べます。これは、多分相手にも表示されてるので、早いもん勝ちですね。これが表示された時はバンバン使う。でもこれバンバン使うと今度 SP 回復になるっていうね。だから、ほんとここら辺はやってみないとわからないんですが、かなり難しそうなんですよね。この塩梅が。これを待つために SP を残しておくっていう攻め方もありますし、まあ、まだ依然どれがいいのかが分かってない状態ですね。ただこれを召喚してしまうと、かなりのダメージを与えることができるようなので、いやー、このシンマがね、勝敗を分けますね、かなり。で、シンマにもね、種類がね、いっぱいありましたね。ちょっと名前までは分からないんですが、いっぱいあるみたいです。いかがでしたでしょうか。これがね、コロシアム、非常にね、忙しいかなって思いますね。この解説も非常に忙しかったんですけれども。まあ、今のうち、このね、コロシアムで何をしておくかっていうのは、まあチームワークもそうなんですけど、まあギルド内でね、バランスよく職をね、分配しておくっていうのと、やはり総合値をね、上げておく。コロシアム来るまでわかんないんで、どういう仕様かは、まあ実際のところは。なので、ストーリーとか使ってる武器をね、そのままね、ガンガン育成しておいて大丈夫だと思います。最初はそれで使うと思うので。で、あとはですね、こちらね、コロシアムのね、
スキルがね書いてあると思うんで、このねスキル上げをするためには同じ武器を合成させたり、あとはねこういう風に宝玉もらってますよね。これはね新イベントの方で、嫉妬の方のね集会で、集会クリアですね、報酬でね、宝玉いっぱい手に入ります。これはねスキルの効果上げたりするのに重要なものなので、今のうちにこういったもので、強化していくとねいいんではないかと思いますね。今回はねかなりさっぱりとした解説でしたが、コルシアムはね依然ね、これ以上解説することはまだできないので、まあお楽しみ程度に聞いていただければ幸いでございます。はい、ご視聴ありがとうございます。